はい、こんにちは、カパパです。今日はですね、久しぶりにナイフのご紹介をしたいと思います。5年ぐらい前かな、ナイフ紹介動画をやってね、結構もう17、8万回ぐらい再生されてるんですね。ただその頃とちょっと今ラインナップが変わって、まあ面白いのも手に入れましたんで、改めてちょっと動画を作りましたんでご紹介いたします。僕がね、まあ、基本的に皆さんにご紹介できるものっていうのは、あれいいねってものはないんですね。実用的なものばっかなんですけど、まずね、中身から先に見せちゃいますね。これがね、結構有名なナイフなんですよ。コールドスチールっていうアメリカの会社のですね、ブッシュマンナイフです。まあ、ちょっといろんなね、研ぎ方をしてるんで、黒いところがこう剥げてきちゃったりしてますけど、ブッシュマンナイフの特徴なんですが、見ていただいた通りですね、まあすごくごつい感じがしますよね。でね、これ柄の部分がね、空洞なんですよ。つまりね、これは1枚の金属の板をですね、丸めて作ってます。日本でもね、マタギが使ってるナイフで、袋長さという、まあ、刃物があるんですが、それと同じ構造ですね。特徴的な形してますよね。まあ、この空いたところにですね、まあ、木の棒とか枝を入れてですね、まあ、槍代わりに使うということもできます。野宿って今やっちゃいけないんですけど、僕昔バンバンやってたんですけどね、そういうところでヤブとかをですね、これで払うんですね。でね、そういう意味で言うと、これはもう非常に最適なナイフでした。あと、まあ、平らな部分と湾曲する部分と、あと刺す部分っていうのが、まあ、一つのナイフに全部収まってますんで、まあ、オールインワンで使うことができます。また非常に硬い鋼材を使ってますんで、まあ、錆びる反面ですね、切れ味は抜群です。長さが約ですけど30センチあります。で、刃渡りですね、刃渡り、まあ、刃がついてる部分の長さがですね、約19センチぐらいかな。で、刃の厚さですね、刃の厚さは意外と大事なんですが、これは 2.5 ミリあります。 2.5 はですね、まあ、叩くこともできますし、また薄くですね、削ぐこともできると、非常にバランスのいい刃厚になってます。でね、これ非常にね、ジャストフィットのケースがあるんですね。これブッシュマンナイフ買った時はシースも何もついてなかったんですよ。なんかね、アメリカの新聞紙かなんかこうくるまれてきたんですけどね、これはうちの奥さんのカブママさんに作ってもらったですね、ジャストフィットの、まあカブママ結構ね、この革製品得意なんで、まあまさにジャストフィットですね。相当分厚い革なんですけど、よく作ってくれたなと思いますよね。はい、一応こんなものに入れてですね、はい、保管をしています。はい、続いてね、まあ、同じようにさっきご紹介したカブママさんの手作りのですね、シースがついてるナイフなんですが、はい、こちらがですね、こういうナイフです。非常によく切れます。これはナイフのメーカーがボーカーって言いまして、ドイツですね。で、ドイツのボーカーっていうのは、まあ、刃物メーカーなんですが、どっちかといったらですね、軍用とかそういう風な荒っぽい刃物よりもですね、例えばカミソリでありますとか、床屋のハサミとかね、一般的な刃物製品を多く作ってる会社です。これはアウトドア部門のナイフなんですが、名前もですね、こちらボーカープラスのアウトドアナイフという風に言います。長さがですね、約22センチですね。で、刃渡りは約10センチです。で、肝心の刃厚ですね、これが約4ミリあります。さっきのブッシュマンナイフがね、 2.5 ミリだったんですが、これはね、4ミリっていうことで非常に分厚いです。今やってる人ってあんまりいないと思うんですけど、昔はね、こうバトニングって言いましてね、だいたい直径、まあ太くても5センチぐらいの巻きかな、ナイフを入れてね、上からね、まあ、木で叩いて割るっていうのが結構流行った時期があるんですよ。まあ、ここをですね、刃の丸みをですね、まあ、ハマグリのように丸めたりとか、まあ、いろんなのが流行った時期がありました。これはですね、まあ、そういった用途にも使おうと思えば使えるぐらい刃厚があります。また、先からですね、後ろまでこれ一本通ってますんで、非常に剛性が高いです。刃材はですね、もちろん見た通りステンレスの 440C 鋼を使ってます。ですので、まあ非常に研ぎやすいっていうのが一番のメリットですね。特別硬くもないし、まあ柔らかくもないんですけど、非常にこれはですね、実用的なナイフです。さっきのブッシュマンナイフよりもですね、どっちかって言ったら回数的にはこっちの方が多いかな。続いてですね、これはまあ見た通りフォールディングですね。
これもですね、先ほどと同じようにメーカーはボーカーです。ボーカーのマグナムのフォールディングナイフです。まあこういったタイプよくね、ここでパシッてこう一発で開けるタイプのナイフなんですが、僕ね、何せこんなに手がちっちゃいもんだから一発でいかないんですよね。指が届かなくて。ちょうどここにね、突起がついてますんで、見えるかな。ここに親指をかけてプッとこうひっくり返すんですね。例えばちょっと見てくださいね。こんな風ですね。下手くそだね。まあ、ちょっと内側に返しがあるんで、ここね、ここをグッとずらしながらスーッてこう畳みます。もう一回やってみますね。こうやって一発で決めるとかっこいいんだよこれね。せーの、ちょっダメだね。まあ、きっちりね、ロックがかかります。この伸ばした段階でここからここまで全長がですね、23センチだっけかな、刃渡りが9センチ。でこれはまあ黒っぽくね、こんな風な色がついてますけど、刃材はステンレスの 440C 鋼ですから、さっきのボーカープラスと全く同じ鋼材を使ってます。でこちらはちょっとねミリタリーっぽくなってますんで、刃の根元の部分がギザギザになってですね、これどういう時に使うかっていうとね、みんなこれノコギリ代わりだと思うけど、ロープを切るための、ギザギザになってます。あともう一つ後ろがですね、この尖ってますね。まあ、これは当然ね、まあ、武器として使うことが、まあ、一つの目的のナイフですから、まあ、こういう風にしたりするんでしょうね。僕はそんな使い方しませんけど、まあ、何かとここの部分でね、打撃を加えることができるってことは、まあ、アウトドアでなんか用途があると思います。これ実はね、すごい重いんですよ。ちょっと重さ測ったことないんだけどね、非常に重いんです。剛性は高いんだけどね。だから1回か2回しか外に持ってってはいません。ちょっとこれ飾るにはいいかなと思ってますね。はい。これがボーカーのマグナムのフォールディングナイフです。はい、これはね非常に皆さんおなじみだと思います。一応ね、販売はライトマイファイヤー、メーカーはですね、作ってるのはモーラです。まあモーラといえばね、まあ有名なブッシュクラフトのナイフのメーカーですが、まあですからもちろんね、鋼材に関してはスウェーデン鋼を使ってます。でここでフックがあるんで、こうプクってやると取れるんですね。モーラナイフのクレジットがここに入ってますね。長さが230ミリですね。で、刃渡りが90ミリ。で、刃厚がですね、まあ薄いことは薄いんですけど、2ミリですね。で、刃もそんな大きくなくてですね、ここも2ミリなんで、結構曲がっちゃいます。絵がね、僕みたいな手のちっちゃい人間にとってはもうジャストフィットで、で、しかも刃がね、そんな大きくないんで、非常に扱いやすいです。どっちかって言ったらこれでバトリングとかね、まあやるようなことはないんだけど、まあそれ以外の用途、例えばまあ食材を切ることからですね、枝を払うことまでほとんどできちゃいます。あとね、やっぱりライトマイファイヤーがこれを扱ってる理由っていうのはここに絵にあります。ちょっと見てくださいね。ここをね、クッて回すんですね。そうするとこう取れます。アウトドアやる人のおなじみのファイヤースターターの石の方がついてますね。これ知ってますよね。ちょっとやってみますか。これでね、着火装置にもなるんですね。僕あんまりこれ使わないけどね。僕はカヤックもたまにやるんですよね。で、カヤックで中禅寺湖の反対側に渡ってね、まあなんかいろいろご飯を作って食べたりとかっていうのはたまにやるんですけど、そういう時にね、重り持っていくことにしてます。っていうのはね、水濡れても全然問題なんですよ。プラスチックとステンレスですから。まあ、特に水辺とかね、そういう時におすすめのナイフの一本です。じゃあこちらがファイヤーナイフですね。はい、こちらなんですけどね、面白いでしょ、これ変な形してるでしょ。あ、ちなみにこれ、このビヨビヨはね、僕が後からつけたんだけど、これはね、まあ、先に言っちゃうとアメリカのね、ナイフメーカーガーバーの名前がリバーショーティーって言います。僕はさっき言いましたけど、まあ、カヤック遊びをやるんですね。で、カヤックは必ずこのライフジャケットを着るんですよ。まあ泳げる人も泳げない人も必ず着ることになってるんですが、胸のところにですね、くくりつけてます。で、カヤックでなんでナイフ使うのっていうのがあるんですけど、これちょっと開けてみますね。刃がこういう刃なんですよ。で、ギュッて握ってもね、切れないの。刃がついてないわけじゃないんだけど、主にこの刃はですね、いわゆるロープを切るんですね。で、まあね、どんなロープかってことなんですけど、クレモナロープとかですね、まあ繊維が粗いロープですね。だから通常のナイフじゃなかなか切れないロープをですね、このノコギリのような刃で、
まあ、切るんですね。結構早く切れます。反対側はここがヘラのようになってますね。だからここはね、まあ、幅ついてないんですよ。全然こう切れないですから。あとここがギザギザですね。カヤックでなぜロープを切るかっていうと、まあ、転覆することがあるんですけど、まあ、そこでね、まあ、体に絡みついたのロープを切るとか、あとは、まあ、いろんな意味でレスキューをしたりするときに長さを調節するために切るとかですね。でそういった意味でこのリバーショーティーという、まあ、変わった用途のナイフを僕はですねカヤック乗るときはつけるようにしてます。でナイフはですね、水の中の作業中ドボンと落としたら、まあ、それで終わりなんで、このビヨビヨでですね、もう一方のジャケットの方の胸のフックに取り付けてます。はい、ちょっとね変わり種のナイフですけど、今回ご紹介しました。こちらもですね、前道具紹介、ナイフ紹介した時にも紹介してるんですが、まあ、形面白いから先見しちゃいますね。はい、ちっちゃいでしょう。これはですね、日本製です。メイドインジャパンですね。ミキナイフって言うんですよ。まあ、あの兵庫県にね、ミキってところがあって、ナイフの産地なんですけどね、そこで作られたクラフトナイフ、いわゆる、なんていうの、木工ナイフっていうの、あとはね、切り出しナイフとか、そんな言い方もしますよね。まあ、ただ、鋼材はね、ステンレスなんですよ。SK5 というステンレスを使ってます。非常にこれも研ぎやすく、また強度もあってですね、小物のナイフにはうってつけの素材になってます。長さはですね、17センチ、170mm ですね。刃渡りが 70mm、 非常にちっちゃいです。で、僕の手はちっちゃいんですけど、握ってこんな感じですね。まあ、細かい作業をするのに向いてます。で刃がですね、これ非常に僕気に入ってるところなんですけど、これね、後ろから前までね、通しになってるでしょ。で厚さが 2mm なんですよ。非常に剛性が高いですので、よじれませんから、本当に細かい作業をするときにですね、頼りになります。で最初僕もね、実はいろんなの木工細工やるんで、木工のために買ったんですけど、これ意外とキャンプに一回持ってったことがあったらね、何が使いやすいかってね、これまな板の上でやるのが非常に使いやすいんですよ。いわゆる、ね、出刃包丁的な扱いができるんですね。まあ、野菜切るにも肉類切るにも、変な話もうこれ逆にこれ一本で十分だと。じゃあアウトドアに使えないかというと、そんなことはなくてですね、やっぱり刃がですね、非常に硬いというか粘りがあるんで、ちょっと太めの木とかでもですね、ガッ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 いけちゃいます。本当万能ナイフですね。これは意外と買って、まあ、得をしました。そんな高くなかったんだけどね、これ3000円もしないんだけど、非常にこれは僕のお気に入りのナイフですね。はい、こんなところが新しいナイフも含めてですね、ナイフの紹介でございます。じゃあちょっと並べてみますね。はい、いかがでしたでしょうかね。カフパパのナイフ2019年版ということで、前回動画でご紹介した時はこれ以外にいくつかあったと思うんですけど、それはまあ処分したりですね、あの後欲しいって方がいたんで上げてしまったりとかして、まあ現状はこちらになります。はい、でこの中でですね、まあちょっとリバーショーティーがね、これカヤック用の船用ナイフなんで、これはちょっと置いといて、現状アウトドアで使うナイフは、まあこちらの 1,2,3,4,5,6 本なんですけど、キャンプでおすすめなのは、僕の言うキャンプというのはテントを張ってなんか焼いて食ってですね、夜酒飲んで語らってまた帰ってくるというような、いわゆるキャンプですね。キャンプで僕が一番おすすめなのはこのライトマーファイヤーのファイヤーナイフです。まあいろんなものを切るにも、まあ、調理するのにもですね、あとはこのファイヤースターター、まあこんな、まあこんなのは遊びですよね。こういったもので遊ぶにも、まあ、これ一本で十分だし、まあ何せね、まあ、カラフルで非常に見た目がいいですね。まあ、僕だったら、まあ、このライトマイファイヤーのファイヤーナイフを持っていくかな。うん、登山の場合ですね、登山の場合どれ持っていくかというと、はっきり言うと登山にこんなナイフなんか持っていく人はいません。こういうのよくね、登山ナイフっていう風な方がねよくいらっしゃるんですね。登山やる人ってこんなナイフ持っていく人はほんといませんからね。イノシシ取りに行くわけじゃないんで。なんかね、皆さんの参考になればと思います。はい、それではナイフの紹介でした。ありがとうございました。